どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、嵐の Whenever You Call。 こちらの曲をこの小さいウクレレでやってみようと思います。なんとこの曲ガズも大好きなブルーノ・マーズ、もう世界的なもう大ヒットを飛ばす本当にかっちょいいメロディーメーカーが作詞作曲してプロデュースして嵐のために書き下ろしたというこの曲、まあびっくりします。そして英語ですよ、全部英語ですよ。はい、やりましょう。いつものように2バージョンで、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレでいう超シンプル簡単バージョンなんですけど、英語です。英語結構ねこれ早口でね、言葉の中にもグルーヴが乗っかってるんで、なかなかちょっと僕が深いところなんですけど、やってみます。後半はさらにこれファンキーでソウルフルなビートなんですよ。腰にくる、かっちょいい16ビートでやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高だけどやる方がもっと最高なんです。このちっちゃいウクレレで今ご覧になってくださってるガズレレ方式のプログラムに沿ってやればですね、どんな方でもあっという間にウクレレ弾き語りが音楽ができるようになります。今このプログラムを見て世界中の方が何万人もウクレレで音楽始めてます。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って上から順番に YouTube 動画を見てウクレレ触ってるだけですぐできるようになります。これ YouTube 動画なんていつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホでも見られる、無料ですよ。やってみましょう。してます。はい、じゃあここリンク行ってください。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで弾け、簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1400曲ぐらいもアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和を懐める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲をウクレレで簡単に弾けるようにアレンジして日々アップロードしております。皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではやってみましょう。嵐の Whenever You Call、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3,4。Dance then, and dance then, then 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 we don't have to be together, we can even be a thousand miles apart.I'll be the light catcher of the dark、No matter the time, no matter the place, there's nothing this world that can stand in my way. I can love you wherever you are, my love for you ain'tNever gonna change. I can land you wherever you are. Wherever you call, girl, wherever you call my name. You don't have to worry. No, 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 no. I'll be there in a hurry.My love for you ain't never gonna change. I can run even wherever you are. Wherever you call, go wherever you call my name. Wherever you call my name.嵐の Whenever You Call、 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。
なんかこう透明感があって、すごくこういいですよね。サビでこうちょっとおとなしく弾く感じになるのがまたかっこいいかなと思っているんですけど、やっぱこれ歌がですね、歌の中の、歌の言葉にリズムがもう入ってるというイメージなんで、歌うの難しいんですけど、そこがまたちょっとね、かっこいいんで、ぜひちょっと長いね、コスパ音で取り組んでいくのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、今のはもちろん聴いていただいた通りに、ショートカット、ガゼレレオリジナルショートカットバージョンでやらせていただいております。主にね、2番と思われるパートをちょっとショートカットしてるんですけど、コード進行が一緒ですんで、もう英語の歌詞2番書き足していただくと、ご自分でこの、ね、やっぱね、楽書いて作ってもらうのもおすすめですね。そして今はシンプル簡単バージョンゆっくりできた方、YouTube で合わせられた方も、ちょっとタイミングを見て書き出してもらったりすると、いいと思います。ご自身だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考になるように、いつもね、ガズがこう皆さんにノートをこうシェアして、この画面に映して、見てもらってるんですけど、今日英語で見て、もう言葉がもう入りきんなくてね、もうどえらいことになってるんですけど、まあこんな感じで書いてるぞということなんですけど、ただいまですね、このガズクラブという、サービスが始まっております。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円の活動費を、クラブ活動費をいただきまして、今日の Wherever You Call を含む、ガズが取りためてきた、もう膨大なもう800曲くらい、もうね、800曲、900曲くらいのこのデータがあるんですけど、そこから毎月5曲、皆さんのお好きな曲をダウンロードしていただけるという画期的なサービスが始まっておりまして、今もう500名、名様以上のご利用をいただいておる、もうね、ご活用して、もうすごくこれ活用できるね、画期的なサービスなんですけど、このね、ガズクラブはですね、楽譜のダウンロードの他にも、ガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信中継、これ毎月2回行っております。これがめちゃくちゃ盛り上がる。次は10月4日の14時から、今回のテーマが決まってるんですけど、今回は今の若者も歌える、歌い継がれている昭和の名曲やります。これももう今宿題出してますからね、みんな4日にわーっと集まってです。世界中からですからオンラインでね、もう盛り上がる予定になっております。皆さんもどうでしょうか。あとね、このガズクラブ内では毎朝7時にガズがラジオ放送しています。ガズラジーつってやってますんで、毎朝7時ですよ。みんなこうね、弁当作りながら聞いてくれくださってると思うんですけどね。はい、あとはですね、その SNS があって、どんな質問にもガズが答えたりだとか、いろんなテーマを持ってディスカッションしたり、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所が2カ所あったりとか、ガズクラブ盛り上がっております。皆さんぜひチェックしてください。そしたら、映してまいりましょう。はい。さっきも言ったんですけど、これはですね、英語の歌詞が、もう、バーッと早口なんでね。ここの歌い回すのはなかなかこれはね、至難の技なんですけど、はい。まあ、ここ、イントロですね。ここ、かっこいいバージョンではね、なんとこのイントロにフレーズを入れてまいりますということです。はい。で、ここ、さっと映すんで、ちょっとわかりづらいかもしれないですね。今日はノートはね、この字がちっちゃくなっちゃうと、もう言葉がめっちゃ詰まってるから。だから、動画のテロップを見てもらうのもいいかもしれないし、まあ、これ、ガズクラブでダウンロードしていただいて、じっくり見てもらうのもいいかと思うんですけど、ちょっと今日はね、コードが参考になるとは思うんですけど、はい。こんな感じです。こことかも、もうすごいことになってますよ、言葉が。はい、今日はだからテロップ映してもらった方がいいかもしれないですけど、一応さーっと映しておきます。はい、いっぱいちょっとここグッと書いてあるでしょ。はい、ここはね、あとのかっこいいバージョンでここ一なんかちょっとね、いろいろこうかっこいいことを考えてるんですよ。はい、さーっと映していきます。はい、そしてここよく見てもらうと、ここ矢印マークとか書いてあったりとか、これもシンコペーションで後でまあ出てくる解説しますけれども、いろいろちょっとかっこいいバージョンではやっていきますと。コードは一緒なんですけどね。はい、じゃあちょっとコード出てくるコード見ていきましょう。このね、この Gm7 っていうのがどうしてもちょっとこのコードが欲しくて、シンプル簡単バージョンでも、差し込んでいったんですけれども、これどうだろうな、みんなうまいことできるといいんですけど。はい、一応出てくるコード言っていきます。 C と Am と F と Dm G7、Em7 と Gm7 です。ちょっと Gm7 は置いといて、これ一回隠させてもらうと、今映ってるこのね、6個のコードは、これ超入門コード、これです。ガズレレ必須コードということになります。このガズレレ必須コードっていうのは、ウクレレで音楽始めようかなと思ってる人に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループがあるんですよ。そのコードのグループ、これをガズレレ必須コードと私が勝手に名付けてるんですけど、これね、10個あるんです。10個あるんですけど、この10個のコード覚えちゃったら、もう世の中にある曲、8割9割、本当に。もう何でもできんじゃないかという夢のようなコードのグループなんですよ。とにかくこれウクレレにとってもう最高のコードなんで、これ10個覚えてください。でも10個もあるのかと思うでしょ。1個ずつ見たらこういう1本指で押さえられるコードもいっぱいあるからね、簡単です。ただ10個いっぺんに思うとね、ごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。ここで、コードのお勉強をバッチリしてすぐ覚えられますから、動画見てたら。はい、今日はその中から6個出てくるということで、じゃあその1個ね、ちょっとこれどうしてもこれ使いたかったコード、ここちょっと見てください。Gm7 ですね、これね。押さえる場所はです。ここと、ここと、この3箇所。ここ、ここ、ここですからね。そうするとやっぱりこう、キュッとこうやって押して、こういう感じがいいですね。ここも2個、1フレットの1弦と2フレットをこう2個押さえたいから、このぐらい反り返んないとちょっと無理なんですよ。で、こうやってピッとこうやって押さえる感じ。はい。で、中にはこの指がね、こういう風に、
あの曲がね、反らないよっていう方が中にいらっしゃるんです。そういう方はこうやって押さえたり、ちょっとこうやって押さえてみたり、いろいろ工夫してもらいたいんですけど、これを一応使っていこうというふうに思います。Gm7。はい。これは初心者簡単バージョンにもちょっと出てきちゃったんで、ちょっと難しいかもしれないですけどね。トライしてみましょう。それじゃあ、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョン、まずは、リズムですね。リズム。これはですね、やっぱり聞いてもらうとわかるけど、ものすごくファンキーなんですよ。腰にドーン、スペクト、バツッと、ブン、タッツッと、ブン、ツッと。このグルーブ。これを表現したいから、もうしょうがない。16ビートのチャがもう根底にあります。16ビートのチャがメイン。しかもすごくファンキーで、シャッフルで跳ねてるリズム。腰にこう来るグルーブがぐるんぐるん回っちゃうようなタイプのやつなんで、C で弾くとこんなイメージ。大きいイメージ。これね、難しいんですけどね、もうぜひともこれはでも、この曲はこの弾き方がいいな。しかも今ちょっとカッティングを入れる。ちょっとね、入れちゃったりするとかっこいいんですけど、一応基本は16ビートの、じゃあファンキーな方の、ノリノリの方の16ビートの、チャと、あと曲の中のサビでは、チャが入らない普通の16ビートも使っていこうと思います。この16ビートのチャと16ビートのチャが入らない普通の16ビートの使い分け。これがかっこいいですよ。はい、これをやってみましょう。この一応二つの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中から16ビート、16ビートのチャ、動画それぞれレッスン動画、濃厚なのが上がっていますんで、リズムはそこの動画でマスターしてください。ちなみにこの16ビートっていうリズムはね、ストロークの中でもう難しい方なんですよ。まずは、8ビートというリズム、基本のものができている上でね、16ビートで挑戦してくださいね。なんで、リズムやったことない方は8ビートというさっきのところにありますから、8ビートからやってくるのがいいと思います。そしてですね、この曲ちょっとね、サビでですね、面白い感じでやってみようと思います。サビテロップ出します。1弦の3フレットを押さえたまんまです。どのコードを押さえるときも、つまり、ここの音をずっと響かせてた。F っていうときも、F を押さえたまま、ここを離さないもん。そうすると、まあ私の場合はこう小指で押さえるんですけど、1弦の3フレットをね、ここね、 C のところ、 I can live where I live はこんな風な響き。 F の時も G7 の時もずっと1弦の3フレットをこう押さえてるわけよ。これがかっこいいんですよ。で、ここね、このマーク出てくる、シンコペーションマークです。これ矢印マークはリズムがスコーンと前に食い込んでくるよということで、サビではですね、このリズムを使っていこうと思うんですけど、しかもここは弾き方16ビートのチャがないやつね、普通の16ビートで優しく弾く感じ。ちょっとやってみましょう。1、2、3、4。I can run in where I do want. My love for you and never gonna change. I can run in where I do want. かっこいいでしょ？はい。今のシンコペーション分かった？ I can run in where I do want. 今食い込んだでしょ？このスタート食い込んだのがこの矢印のシンコペーション。サビで出てきます。そして1弦の3フレットをずっと押さえたまま、 F の時も G7 の時も C の時はそのままですけどね、 Am の時も押さえたまま、この響きがカーッとこう広がりを持たせる。ここが渋いんですよね。ぜひこれやってみてください。16ビートチャが入る入らない、この使い分けもね、すごくこういい感じ、ドラマチックかなと思います。そしてあと曲の中にはですね、テロップです。サタタタとかこう止まるとか、まああるんで、そこはね、聞いて、デモ演奏と聞いて、一緒に聞いていただくと分かると思うんですけど、今回、注目のフレーズがあります。さっきもちょっと楽譜見せた時に言ったんですけど、イントロでフレーズが入ります。ちょっとやってみようか。1、2、3、4。これかっこいいんです。これをさっきのサビの時の C の1弦の3フレットを押さえたまんまみたいに、コードが変わってもずっとこれを弾いてるんですよ。しかもリズムはこう3連っぽいやつ。ダン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 ってやります。ここにもちょっと書いたんですけど、タブ譜ですね、これ。これちょっとここに貼っとこう。はい。これちょっと一応確認しようか。1弦の2、1弦の3、2弦の3。これを順番でただ繰り返すだけ。はい。これを C で弾くときは、まあ、全部の弦弾いちゃっていいからね。F のときは、F を押さえたままやるから、もうしょうがないから、こうなりますよね。薬指と小指で、G7 のときも、こうやって G7 押さえとって、もうこれ薬指押さえてるから、だから C のときも薬指でもここ押さえといたらいいかもしれないです。ちょっと見てて、指。次 F の時もこのまま足すだけ。
G7 の時もずらすだけ。これでできるといいかなと思います。ちょっと難しいかもしれないね。だから薬指をこの 1弦の2フレットに置いといて、ここが規定になって C の時はテン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 、 F の時はこれをこれ押さえたままここ F を足して同じテン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 、 G7 の時もこの2つをこうちょっと下げてテン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 ってやる。これちょっとね難しいというか、安定して16ビート、こっちはね何にも茶もないですけど、タタ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 タっていうアクセントになると思うんですよね。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。F だよ。G7。かっこいいんですよね、これ。はい。結構ね。気持ちがいいんですよ。気持ちいい気分になっちゃう、このフレーズ。こういうね、一個のメロディーがずーっとあるんだけど、コードが変わっていく。これがね、広がりを生むということで。イントロチャレンジしてみましょう。はい、この曲は、ブルーノ・マーズが嵐のために書き下ろした、嵐のストーリーとかそういうものをね、こう聞いてね、こうイメージして作られたということをね、書いてあったんですけれども、ほんとなんか素晴らしいですよね。このね、すごいドラマティックなところと、こう、さーっと、ちょっと弾くところと、ドーンと行くところ、この曲の中のうねりっていうか、そういうのもグルーヴに加わって、あと言葉、英語がやっぱちょっと難しいんですけど、歌詞もですね、こう、和訳をぜひ読んでいただいてね、やっぱ歌の中身もこう、一緒にこう、歌にして届けていく。それでは行ってみましょう。嵐の Whenever You Call ガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。かっこいいですね。あのフレーズとかちょっとこのシンコペーションの C をサビのね、ここのところとかすごくこうキュンとくるんですよね。僕もブルーノマーズめちゃくちゃ大好きなんで、そのブルーノマーズがこのね嵐に送ったとか、そういうストーリーもすごくいいし、そのブルーノマーズを作る曲の、まあ、やっぱムードもいいしね。やっぱりもうほんとこれ難しいけれども、だから長いスパンでね、じっくり取り組んでいきましょう。さあ皆さん、この楽しさ周りの方にもぜひシェアしてください。ウクレレ簡単で楽しいよという感じで、このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。そして今これお知らせしておきます。ガズのマンツーマンレッスンを受け付けているということで、これちょっとじっくり中身読んでください。これ面白いことになるんじゃないかと思って、ちょっと試し企画ですけどね、リンクここに貼っておきます。はい、あとガズがいつも使っているこのガズのわがままウクレレですけど、今事前予約注文を受け
付けております。はい、それもホームページからぜひご覧いただきたいと思うんですけど、そして今、ここでもう一個、今すでにご予約いただいて注文をしていただいてウクレレの到着を待っている皆様、ベトナムで毎日愛を込めて生み出しております。もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、まあ、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杖さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ普通譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。